演芸好きの皆さん、おはようございます。どんちゃんでございます。明けましておめでとうございます。いやー、年が明けましたね。変わらず、どんちゃん、年末年始、これからも、このまんま続けていくから、全然正月感ないでしょ？ね。撮影日がね、12月31日、年末に撮っております。風が非常に強いです。ちょっと画面が揺れてるかもしれないですけど、本当申し訳ないです。はい。皆さん、年が明けました。ねえ、もう今年一年、どんな一年になるんでしょうか。抱負をね、述べていきたいと思いますけれども。僕は今年、カーメンくんとコラボして、やっちゃんとコラボして、ものすごいチャンネル登録者増やして、花とフェスタにも行って、皆さんとね、交流をして、いろいろ楽しいことを計画しております。自分の中でね。だこれを実現するためには皆さんのお力添えが必要です。これからもね、どうぞどんチャンネル応援よろしくお願いいたします。というところで、今日はね、PW さんから謎の封筒を届きましたので、紹介していきたいと思います。はい。というところで、こちら、PW さんから来ました。ちょっと住所が映ってるから、ここね。PW さん。僕ね、PW アンバサダーしております。こちら、PW 苗といえば、ネメシアちゃん。綺麗に咲いてます。他にもね、たくさんありますけれども、ちょっと置いとこう。あ、いい香りするね。やっぱ、PW 苗、最高。PW さんからね、もう花苗こんかなと思って、もう今年で、まあ、PW アンバサダーの仕事終わりかなと思いよったら、封筒が来たのよ。サプライズやね。これ来るとは思わなかったね。コメント欄でカレンダーとカタログが当たりましたっていう方がね、いらっしゃって、あ、いいなと思ってたのよ。いいなって。そしたら、うちにも来たね。見てみようかね、中身をね。どんなのが入ってるか気になるでしょ。PW アンバサダーになると、こんなのがもらえるんだよっていう動画になりますから、ぜひ。一緒に楽しんでいきましょう。ちょっと僕もチラッとしか見てないから、楽しみやね。ちょっとね、開けていこう。ちょっとお花。ネメシア。ちょっと見とく、ネメシア。これです。ネメシア。香りがいい。香りがさ、あ、ちょっと咲いてる、一個。ハニーピーチ。違った。バニラチェリーだった。あー、一つでもいい。めちゃくちゃいい。ちょっとね、一旦横に、ここに定位置にね、折ってもらいましょうね。そしたらカメラをちょっと近くに寄せていきたいと思います。よっしゃー。はい、だいぶ近くなったね。僕、PW アンバサダー、夢見てずっと応募して、やっと当たったのよ、この前の秋にね。で、ネメシアと、後ろにね、いるんだけど、ヒューケラとゼラニウムとネメシアちゃん。当たってガザニアもね、当たって植えて、非常にね、大好評でした、動画もね。PW アンバサダーになったというところで、年末記念品、これね、届きました。一応ね、また、応募したから当たるか分かんないけど、この白山のアンバサダー？ PW アンバサダーじゃなくて、白山って書いてあったじゃんね。まあ、白山っていう会社なんだけど、まあ、その中でね、PW 苗を、まあ、出してるんだろうけど、白山アンバサダーっていうのがあってから、ちょっとインスタグラムから応募をさせてもらいました。白山さん、よろしくお願いします。楽しみにしております。というところでね、年末一発目の動画は非常にテンションが高いです。なんでかというとね、ツトムに昨日行きました。12月31日。まあ、実際今日だけどね。いやー、ツトム。ねえ、もう今年最後。もう本当にね、小さい頃からずーっと行ってたのよ。ハムスターとかね、鳥とか、いろいろいっぱいいてね、植物もあるし、本当に憩いの場所だった、天城のツトム。12月31日をもって、店舗老朽化のため閉店。ですが、リニューアルオープンという形で、新しくお店がね、できますから、そこをね、ちょっと取材させてもらおうかなと思ってます。でね、嬉しいことがあって、ツトムにね、家族みんなで行ったのよ。そしたら、ツトムの中にドンチャンネルの視聴者がおりましてですね、見てありますか。
本当ありがとうございました。お二人ね、いて、ものすごい楽しいお話した。もうずっと見てると。ねえ、で、コメントは、仕方がわからないって言ったってね。名前がね、ちょっとわからなかったんだけど、嬉しかった。久しぶりね、ドンチャンネルの視聴者に、こう生で、絡むことができて、デラックスの話とか、このツトムにね、ついての愛を語ったりとか、まあ、いろいろね、話をさせてもらいました。ものすごい嬉しい。で、その後に動画撮ってるからめちゃくちゃ元気。そしたらこう家に PW の封筒も来てたからもうさらに最高。年始のね、動画一発目にはふさわしいテンションではないでしょうか。後ろのお花たちもね、年始を迎えて非常に元気よく咲いております。ねえ、かわいいね。ほんとかわいいよ。ほら。かわいいか。ちょっと、どんどん大きくなってる。なんか暖冬か知らんけど、めちゃくちゃ大きくなって、どんどんかわいくなりよっけんね。ほら、見て、恋は。ほら。あら。ステファニー。かわいいか。これ。これよ。ねえ。あら、素敵ね。ちゅうところで。早く本題に行きなさいよという感じやけどね。はい、じゃあね、早速開けていきたいと思います。白い封筒で、ここに、プロ版ウィーナーズって書いてある。読み方がちょっとよくわからんけど、プロ版ウィーナーズって書いてあるね。白山さんね。白山さん付けでいきます。はい。中身ね、ちょっとシャーって切ってきたから出していこうかな。皆さんのね、お家にも来ました。カタログ。ねえ、PW のカタログってね、見るだけで楽しいのよ。うん、なんか辞典みたいで、まあ、いろんなね品種が載ってるから、今回ちょっと見ていこう。中身ね、届いてない方もねいらっしゃると思うから、ドンチャンネルでどんなのが届くのかぜひ見てください。じゃあちょっと開けていきましょうね。はい、早速来ました。こちらじゃーんと「アンバサダー」って書いてありますね。アンバサダー2023年 PW アンバサダープログラムに参加ありがとうございましたというところで記念品をね、お渡しします。書いてあります。PW アンバサダー記念品、PW アンバサダー記念バッジ、PW お花カタログ2024、PW キーホルダースマホスタンド2024年カレンダーというところで早速見ていこうか。スマホスタンドって楽しみやね。どんなスタンドが入ってるんやろうね。またこちらにね、貼ってあるの、これ多分バッジではなかろうかと思っております。ちょっと開けていこう。これで青いね、封筒に入っております。こんな感じ。どんなバッジだろうね。これバッジね、あったらここに貼っとけばいいからね。PW アンバサダー。風が強いなぁ。画面がグラグラなるよ。ちょっとごめんなさいね。はい、こちら開けていこう。青い袋に入ってるね。綺麗な青。ほら。きれいかね、この青。沖縄の海のごたるですよ。さあ、開けます。こちら。じゃ、おほ。て、これ、おしゃれさ。なんか、額に入っとるよ。PW アンバサダーの、どんちゃんでーすって言える。ね、PW アンバサダーの、どんちゃんでございます。おしゃれー。ほら、後ろこんな感じ。バッチね。手のサイズと比べるとこれぐらい。シャレとんね、こりゃ。これはシャレとるな。すごいアンバサダー2023だって。かっこいい。これちょっとつけとこっか。早速ね。うわぁ、こうして。こうですよ。いいね。これでちょっと花友フェスタ行こうかな。ゲスト的な、まあ、立ち位置で。PW アンバサダーですけど、何かみたいな。何でもお花のこと聞いちゃってくださいよっていう、そういう感じでしょうかね。嬉しいな、これ。かっこよくないですか、これ。これが1個目でした。次は何でしょうかね。ちょっとスマホスタンドが気になるから、スマホスタンドをちょっと見てみようか。次はこちら。じゃーん。これがスマホスタンドかな。はい、こちら。PW って書いてますね。これ、なんだろうね。スマホスタンドって。なんか使い方？こうやってスマホを立てたり、栓抜きにしたりするらしい。
スマホにも栓抜きにもなるってすごい組み合わせやね。どんな組み合わせよ、これ。お酒飲みながらスマホ扱うから一緒にしちゃおうかなっていう感じかな。変わっとんね。栓抜きとスマホスタンド。こんな感じ。かっこいいね。ほら。PW 書いてあります。いいね。これはスマホスタンド。で、次がカタログタッチね。これがキャレンダー。2024カレンダー。PW の、わあ、綺麗ね。これだよ。これが PW のカレンダー。こんなに育ったら可愛いよね。こんなにしたいなと思うけどね。めちゃくちゃいいね。中身を見ていこうかな。多分別に見せていいんじゃないかな。これみんなにね、配ってるんだから。チラチラと見ていきましょうか。こんな感じで。これなんかオンラインの説明ね。ああ、かわいい。何のお花でしょうか。オステオスペルマム、キャンディーフィールズ、オレンジジェリー。かわいいね。2月、マーガレット、バニラポット。これ色味がいいね。鼻に合ってる、ほら。鼻に合ってる色味。3月、ラグランジアクリスタルベールだ。4月、スーパートレニアカタリーナアメジスト。これ有名やね。これちょっとお花屋さんに見たことあるもんな。そして、アジサイ、サマーメドレーアリーバ。これです。かわいいな。この本当、カレンダーも色味ちゃんと揃えてあるのがかわいいよね。これいいね。いいカレンダーやね。で、次が、カリロファスサニーチューブ。これ。知ってます？このお花ちょっと知らんな、僕。カリロファスサニーチューブだって。黄色いお花。かわいいね。なんか花、葉っぱが細くて珍しい感じやね。何の種類になるんだろうな。コスモスみたいな葉っぱしてるけど、ちょっと違うんだろうね。で、次が、ジャメス・ブリテニア・サファリ・ピーチ・サンセット。名前が長い。ジャメス・ブリテニア・サファリ・ピーチ・サンセット。長いね。これもなんか見たことあるね。これ。この花ね。まあ、見たことあるね、ちゅうか、あるよね。PW9 ってこう、どこでもね、置いてあるところあるからね。サルスベリーセンターステージレッド。これかわいいな。サルスベリーって木やんね。で、ロシアンセージデニムレース。9月。セージレース。乗り移ぎグランデライムパンチが10月。全然知らない。ここまで来ると。まだまだね、知識が足りてないなと思うね。で、11月が、イテアスノーフィズ。イテアスノーフィズですね。これ。まあ、地植え系やろうね。ガーデンに入るような、まあ、そんなお花が多いのかなと思うけど。最後が、バービリス・サンジョイ・ネオだ。バービリス・サンジェイ・ネオ。ねえ、これは貴重な1月から12月だったな。知らないお花ばっかり。まだまだ園芸にはね、知らない世界があると思ったら、ワクワクしてくるね。本当に。なんでこんなに楽しいんだ、園芸ってね。で、最後、こちらカタログね。いろんな PW で、こげん厚いという、そして。見て、こげん厚い。これ全部 PW9 が乗っとると思って楽しいね。ちょっとパラパラっと、パラパラっと見せますけど。こんな感じでね。こんな感じで。たくさん乗ってます。ありがたいね。はい。というところで、PW さんからね、いただいた、こちらのカタログ、カレンダー、栓抜き兼、携帯立て、そして、このバッチ、これ。これバッチが一番いいね。これ、かっこいいです。なんか、額に入ってるのよ。おしゃれ。こんなバッチ見たことないよね。こんな感じでした。ね、いいね。わあ、嬉しい。嬉しい。ありがとうございます。白山さん、大切に扱わせていただきます。はい、というところで PW さんから面白いね、商品届きました。こちらをね、今度から胸につけながら、
やっていきたいと思います。 PW9 はね、もらった件褒めるとか、まあ、そんなレベルじゃなくて、もともとめちゃくちゃいい苗ばっかりで、まあ、皆さんね、まあ、ご存知かと思います。よく育つし、大きくなるし、もう彩りも豊かだしね、強いし、これはね、 PW アンバサダーになる前から、まあ、分かりきってたこと皆さんもね、大好きかなと思うので、ぜひね、PW9 で何が好きだよとか、どんちゃんまた PW アンバサダーしてほしいなとかね、いっぱいコメントで教えてください。はい、というところでね、どんチャンネル、他にも、まあ、PW アンバサダーシリーズも再生リスト作ってます。で、ラナンキュラスラックスとかね、他楽しい動画たくさん作ってますので、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。それではね、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。風が強いんだよ。ごめんなさい。